おはようございます。えーえー 台風2号がやってきてます。ああ、の、私、えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、今日もですね、今日も来りずに、えー、きは日曜日です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日も、えー、町工場町工場のおっさんが、なんと、日今日もお、今日は、あ,あ,あまり火が入ってません。まだ朝ですから、あおはようございます。あ今からですね、なんと、この町工場町工場のおっさんが、映えます、青2歳ばえます、ゲイラセミナー、きも来りずにやります。今日は日曜日です。あ皆さん、いかがお過ごしでしょうか。私は仕事するんですけど、今日は、今日も途方通勤 相も変わらず徒歩通勤で会社まで歩いて傘させてまいったわけですけど、今はですね、九州、福岡は博多です。あの今私ここにいるのは九州、福岡、博多なんですが、雨がちょっと強くなりだしました。で風はそんなに強くないですね。あのこの気象情報によるとですね、九州、博多はですね、大風そのものは、 通,通らない通過しないと、えー、その付近であるということだけで、えー、ですね、えー、ただ今後はですね風ともにひどくなる一方のところは皆さん全国的にはいろいろありますからどうぞお気をつけいただいてですね、えー、被害がなきよう 昨日からですね、昨日はですね、えー、バイマス総合戦略、あ日本、バイオマス日本総合戦略についてのイメージとして申し上げたんですけど、これは平成14年、バイオマスについて日本、うん、国がです、ね、取り組もうというその発想のもとについてですね、えー、バイオマス日本総合戦略、核決定、平成14年度されたんですが、 昨日申し上げたのは、実はですね、平成14年度に閣議決定 <laughs> されたんですけど、えー、それがですね、平成18年度、えー、今、平成23年ですから、えー、5年前にですね、実は見直しされてます。えー、その見直しの内容についてですね、昨日はイメージということを申し上げたんです、実を言うとですね、えー、その平成14年度はどんなものかというのはですね、ちょっとですね。 古いものですから、あ発言といいますか、皆さんにお示しする必要はないであろうということで、えー、勝手に18年度の内容を示しました。すませんましんで、今日はですね、その、なぜ見直しされたかということの内容、もちろんそれに影響を与えるのはですね、京都議定書、えー、京都議定書、日本国であったこの京都議定書、まあ、ここは CO2 排出量を減らそうという発祥の会議でもあったんですけど、この、えー、 このサミット、このサミットと言いますか、この京都議定書で決められた CO2 という削減量を日本国は守らなくちゃいけないんですが、守らないと大変な罰金が出てくると。あ罰,金罰金でしたっけ罰金じゃなくて、排する輪の設置とかですね。えー、いろんな罰則が出てくるわけですね。えー、当然、守らなきゃいけないんですが、えー、その守るための平成、守るための手段としての森林、森林ですね。森林荒廃すると大変なことなんで、なんとか森林を守らなくちゃいけないということで、この木材から木質バイオマスのついての説明を。 しようと頑張ってたんですけど、申し訳ないです。昨日はですね、ボ、えーまあ、ックスバイオマスを含んだ上でのバイオマス日本の総合戦略の中のイメージということで説明申し上げました。でですね、今日はですね、ちょっとバイオマス日本総合戦略についてですね、えー、についてですね、ちょっとこの内容について、えー、ち,ょっとだけちょっとだけ深いでしようかなということです。で、なぜ見直しされたかということについて説明申し上げます。 すみません話がとびとび飛んでいくんでですね、えー、何が何だか分からなくなるのは申し訳ないですね,っとね。まず、なぜ見直されたいいか。えー、っと、についてです。あっと、ちょっと待ってくださいね、えー。平成14年12月27日、えー、ですね、はい、総合戦略 が発表です。閣決定されました。バイマス日本総合戦略で、えー、見直しが平成18年3月31日閣決定されました。ああ、えー、14年度に一旦決まった内容なんですが18年度に見直しがされた。 たですね。これはなぜかというと、この趣旨です、ね。見直しされた趣旨はですね、えー、京都議定書の発行、そうですね、京都議定書により CO2 削減量というのを決められてです、ね、森林保護というのも大切なことであるということも踏まえた上での内容だと思います。これ、勝手に私が思っている内容なんですけど、次、世界的に化石因子源の依存低下、もちろんこれも CO2 削減につながっていくんですけど、ただ石油を枯渇するとですね、 この石油というのはいろんな面でや、うんえー、生活にかかっています、えー。原料、燃料、あるいはです、ね、皆さん着ている服、等、うんうん、もですね、えー、ほとんどがあー石油でできています。これを何とか他のおもので作らなくちゃいけないということになっているんですが、なかなかあコストあるいはですね、えー、安定供給という意味合いからあどうしても石油に頼っているんですが、今後どうなんでしょうか この,この化石燃料の依存低下という特に石油ですね、もういずれ枯渇します、いずれ枯渇する中でも最も,も早く枯渇するのが石油であるということ。ただ、今、原子力の問題が日本国内特にです、ね、原発の問題が起きてです、ね、今後はです、ね、化石燃料に頼らなざるような一時期はです、ね、今後再生可能エネルギー等に取り替わっていけばですね、この ソフトランディング、要するに化石燃料を使わない方向性を詰めることができるかもしれないんですけど、ただ今の現状からするとですね、一度に,一度に原発をなくすというのは不可能に近いわけですから、そうするとやはり一時期はですね、化石燃料を垂らさない。そうすると問題は何が大きな問題かと,いうと、CO2 削減の問題が出てくるんですね、CO2 削減。えー、そうすると、京都議事長に定められた日本が1990年比6%削減、えー、っと大丈夫かという話が出てくるわけですね。 俺はななとかクリアし日本が、うん、原発によってです、ね、原発事故によって、なんとかーこのー6%をなんとか勘弁してくださいということを申し上げたところで認められるかというのはあちょっと難しいでしょうね。というのが、京都議定書日本で発行されたということが大きなポイントなんですね。はい、次、日本国の輸送用燃料へのバイオエネルギーの導入促進が必要であると。 おそういうことですね、えー。石油なくなる。いずれなくなるんですから、当然、えー、この日本国のおいそいの燃料をどうするんだという話なんですね。まあ、一つは電気、えー、電気、水素っていう,う、電気自動車、あるいは水素自動車というのも発想出てくるんですがあ、いずれにしてもですね、そ即座にそのお取って帰るかということの問題がですね、変わるわけであって、そうするとですね、やはりバイオマス、まあ、そエネルギーをつく使った、このバイオエタノール、特にエタノールですね、えー、の利用が必要ではないか。それと、 このバイオマスエネルギーの促進についてはです、ね、木材等の、木材利用等のバイオマスの活用の促進が必要であると。 いうことととも含めて、えー、ということの内容ですね、えー。この4点、木材等のミリオバイオマスの活用の促進、えー、日本国の輸送用燃料へのバイオマスエネルギーの促進が必要、世界的に化石資源の依存度の低下、そして京都議事堂の発行、この点から趣旨、この趣旨から内容を見直されました。平成18年3月31日ですね。えー、そのバイオマスの日本総合戦略自体はです、ね、平成14年度に決定したんですけど、見直し月18年度に行ったということですで。その内容について見てみましょう。 今日も仕事なんですよ。なんとか図面書か,かないとです、ね。納品というか私自身が図面書いてるわけであって、図面できないと職人が、えー、遊ぶところからですね、とんでもないことになるわけですね。なんとか今日は良きアイデアの天使が、アイデアの天使が、ーえー、迷ってくるように頭をね、えー、らせなくちゃいけないわけですねで。見直しの内容です。えー、これ、バイオマス輸送容量の利用促進であると。ね、これが促進であるということなんですね、バイオマス BDF、エタノール、いろいろありますけど、おバイオマス輸送燃料の医療促進で、えー、環境整備、このための環境整備、あるいはこう海外の動向を参考に、えー、具体的にはですね、実際今あ使われているのはブラジルがサトウキビですねで、アメリカはトウモロコシ。ただですね、えー、このおサトウキビあるいはトウモロコシを作ることによってですね、 森林破壊と起きれば大変な問題になるわけですね。これ環境汚染。えー、このお、えー、環境に良いものを作ろうとするところがどころかどっこい森林破壊とかですね、環境汚染につながる可能性は十分にあるわけですね。えー、そういったことをなくさなくちゃいけないということで、日本国が何を考えているかと,と、この食料競合、食料競合の問題、AC2 伐採の問題、CO2 増加の問題、環境汚染破壊。この CO2 増加ってどういうことかというとですね、このおバイオ燃料を作るために、バイオ燃料自体はですね、えー、バイオ燃料、その原料自体はですね、えー、カーボンニュートラルーで CO2 を 吸収ししてて酸素を吐き出しているとそうするとですね、例えばですね、この製造工程、製造工程ですね、使用うん、一応、一応と言いますか、その原料自体はですね、確かに CO2 を吸収してるんですが、その製造工程で、その吸収量より多い。 より,より多い CO2 が排出された場合は、一体何やってんだという話なんですね、えー。かえって CO2 増加してるじゃないか。バイオマスっていうのが、ね、CO2 削減につながるという話だったのに、逆に増加してるじゃないか。それででは CO2 増加では話にならんとお、そういうことなんですね。えー、そういう面も含めた上で、日本は何を考えているかというと、千スケです。ですね。結局ね 環境破壊につながらない。そして臨時残剤、えーまあほとんど使われてないというセルロース系の干ばつ材を利用して、なんとか、なんとかですね、この BDF、BDF、あ、最近 BDF、昨日かな、BDF 新発表されてましたけど、あなんとセルロースから BDF ができる。あるいはエタノールを作ろうと。 そういう動きになっているというのは、ああ皆さんご存知でございます。それを熱を中心にやっています。はい、次ですね。そして、えー、次がいよいよですね。この未利用バイオマス利用等によりバイオマスタウン構想の加速化です。バイオマスタウン,ンですね。皆さん、この言葉ご存知でしょうか。皆さんの町はどうでしょうか。で、これは平成23年4月28日発表されたものであるとですね、全国、日本全国、これ日本国内ですよ。日本国内に318区。 318区、実際に発表されています。えー、皆さんの町はどうですかでその他があります。3番目内容。見直し内容として3番目。3番目はこれです。はい。えー、っと、アジア諸国が進めようとしているバイオマスエネルギー導入の取り組みへ関与。そうですね。やはり日本国内だけじゃなくてですね。バイオマスエネルギーを積極的に取り組む国に対してはですね、日本国も、えー、関わっていこうと。 そういうことなんですよね、結局はね、えー。ぜひですね、かかっていきたいというふうに思うわけで、その背景にはですね、排出度取引ももちろんあります。京都議定書に定められた排出度取引、CDM、特に CDM ですね、先進国と発展途上国の間で、その行うことによっての CO2 排出の取引ですね、これは CDM なんですけど、 ただ、この CDM といていろいろ問題があるわけですね。えー、ほとんどが中国の CDM、中国専用の CDM、排出量取引になってるじゃないかという、そういった批判もあるわけですね。それで日本は何を提言しているかと,いうと、二国間クレジットです。日本二国間クレジット。この CDM の中の内容にはですね、省エネ日本の有意な省エネなんかが含まれてない。 それでなんとか日本国はこの CDM じゃなくてですね、日本関係者とはを進めたいというふうな発想があって、実際を進めようとしてい、えー、ます、えー。原発事故のお影響でただ遅れている可能性は十分ありますけど、今後どうなるんでしょうかその辺はよくわかりませんけど、はい。で、このお最後にですね、今日はですね、バイオマスコンパウン構想。 バイオマス炭鉱素って一体何だったのか、何なんのか、何だったじゃなら選今を進めてるわけですが、何なのかということなんですけど、えー、これを抜き出してそのまま説明します。域内において広く地域の関係者の連携のもと、バイオマスの発生から利用まで効率的なプロセスで結,べら結ばれたあ総合的利活用システム構築、全体のシステムですね。要するに、例えばです、ね、森林が森があるとしますよ、そこから。 のキャンバス材を取り出して、それを使うと。で、利活用すると。で、その廃棄された灰を、例えばですね、田んぼに巻く、畑に巻くと。そういったあ全体のシステムですね。 域内において広く地域の関係者の連携のもと、バイマスの発生から、発生からですよ。要まで効率的なプロセスで結ばれた総合的な利活用システム構築。全体のシステム構築、全体のシステム構築ですね。それで安定かつ安定的かつ適正なバイマス利活用が行われることを目指し、市町村等が作成する構想。これはですね、各個人がはあの、えー、作成する構想じゃないですね。市町村等が作成する構想。市町村等が。作成するでしょ作成するとですね。 関係する一府六省が検討し発表するんです。関係する一府六省が検討し発表。これ、農水省が主にバンマスタウンというのをやってるんですけど、これに関係する機関というのはあほとんどの省ですね。一府六省。 内閣府からあ経済産業省、えー、総務省お、いろいろありますね。経済産業省、いろいろありますけど、全部が関わって、これを発表すると、関わっているわけですね。これはだって、そういうことですね。市町村が作成するんですよ。そして連携、各いいよく地域の電気のもと、バイオマス、えー、の発生から利用まで、これでプロセスでえーえー、結ばれた総合的利活用のシステム構築ということなんですね。そういうことですね。はい、急ぎ足で申し上げました。今日はですね、えーえー というのも,も、なんとか自分が気を合わせないとです、ね。えー、お客さんにご迷惑をかける。ご迷惑をかける。わけですね。結局、私のお客さんおがれね。大変なことです。はい。それでは今日はこれで終わりたいと思います。えー、大事件先生、ありがとうございました。大ェン、さよなら。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。ありがとうございました。